感じいいね。なんかザ・カンボジアっていうか東南アジアって感じで、なんかいい、おすすめ。もう選べなかったんだけどね、ホテルは決して選べず、バスに詰め込まれ来た先は、でも意外と綺麗で、ちゃんとこんなのが、今日風呂入ろう、嬉しい、風呂付きだ、ちゃんとエアコンもついてる。エアコンがついてないホテルとかもあるから、ぜひね、カンボジアに来るときは必ずエアコンを見た方がいいと思います。カーテンとかも超リッチ。でもちょっと暗いな、これ限界なのかな。ここになんかライト付け方が、でもわからない、どうやってつけるんだろう、ちょっとわかんない。いや、おお、いい感じいい感じ。あ、テレビもあるんだ。こういうのとかね、結構カンボジアっぽい感じだね。こういう木の感じとかもね。よっしゃ、ここなんだ。あ、ここはクローゼットか。よし、それではこんな感じのホテルに1泊2泊します。こんな感じで僕のお気に入りのお風呂に水、お湯をためてね。で、おすすめの入り方はこのスピーカーから東南アジア系のYouTube の音楽を流しながらこうやって入ってます。家でもやるんだけどね。結構東南アジアとか好きな方はね、こういったスピーカーを通してね、ぽい感じを味わうことができるのでおすすめです。こんな感じね、こっちにカーテンがあって、東南アジアとかね、バリ風のとか、そういったいろいろなレパートリーがあるので、行った先でね、ちょっとお風呂とかがあればためながら、こうやってスピーカーでね聞くと意外と癒されますよっていう紹介でした。ぜひ参考にされてみてはいかがですか。それでは今から朝ごはんあるのかちょっと聞いてくれる。そういったことも書いてある。コロナのこともね、結構書いてある、ね、なんかこっちに中国語とかでね、書いてある、ね、まさかの回数間違って下に降りてきちゃったら、ね、15回だそうだ。15回に行こう。レッツゴー。よかった、あと1時間ぐらいしかなかった。さて、どうだ。 15? え?だからね、中国語ってどこにでもあるよね。作りがカンボジア。首相だね、首相。Thank you.
すよね。なんて書いてるかわかんないけど。